こんにちは、岩田達です。チャンネル登録よろしくお願いいたします。いいねボタンもよろしくお願いします。いいね。えー、今日はですね、ちょっと取り上げてみたいのはですね、あの令和のですね、えー、水道橋博士という方がですね、水道橋広志じゃなくて水道橋博士だということなんですけど、まあこの方が、えー、5病気でですね、こう議員辞職したと。ここまではね、まあ。 仕方ないというふうに、病気ですからね。それをどの頃というのはなかなかできないですよ。で、でもしかしですね、その後にね、なんか変なことをやってるんですよ、また、太郎が。だからこれをですね、ちょっと解説したいと思います。ね、まず、ちょっと記事読みますね。令和山本太郎代表、水道橋博士氏辞職、残り人気に異例の繰り上がり議員令和ローテーション導入へという記事なんですね。令和新選組の山本太郎代表は、 16日の記者会見で議員辞職した水道橋博士参院議員の残り任期に繰り上がり議員による異例のローテーション制度を導入することを発表した比例っていうのはですね比例の議員が辞職するとその次のですね人が繰り上げ当選になるわけですでこれはどこでも同じなんですね衆議院でも参議院でも同じです ですから、その、議席数自体は減らないんですよ。議員辞職しても。で、えー、これじゃあどうなるのかと。昨年7月の参院選比例代表でトップ当選した水道橋博士氏。えー、辞職に伴う公認は、比例名簿の辞典が繰り上がることが一般的。それは一般的というか、そういも,ものですね。だが、同代表は、つまり、太郎氏ですね。博士の残してくれた、これおかしいですよね。そういう、博士じゃないんですよ。もう、だからこれ、 これ、こういうのね、本当に良くないと思いますね。芸名だからと言ってですね、教授だとかですね、なんか、そういうのを、ね、使うっていうのはね、おかしい。例えばですね、うん、医者とか言ってもですね、それ医師じゃない人が医師って言ったら、問題でしょう芸名でなんとか医師とかね。や,やぶ医者とかね、ならまだはいいかもしれないけれども。私はこれは、ね、良くないと思いますね。残りたくれた議員の任期をより有効に活用させていただくことを考えたとして、所属議員によるローテーション性を導入することを明言。 どういうこと所属議員によるローテーションってどういうことやというふうに思いますけれども、えー、今回の事案に限ってと前置きし、議員任期を1年ごととして交代していく。それを令和ローテーションと名付けてやっていきたいと考えています。と話した。どういうことかって言ったらですねあ、まだ昨年の7月ですから、あと5年半ぐらいあるわけですよ。参議院の任期がね。で、その、この5年間をですね、えー、こう区切っていくということなんです。つまり、 まず次に受かるのは元参議院議員の大島楠夫氏ですね。で、これは、えー、実際にこの人は参議院議員2期勤めてる、民主党の人ですよね。2期勤めているんで、えー、これ3回目になるわけですが。で、この人ができるのはですね、1年だけだということ。んと。1年後にはもう議員辞職させるってことなんですよ。で、議員辞職した場合ですね、どうなるかっていうと、えー、これをですね、次はですね、大島氏の後にはですね、長谷川うい子氏。 辻恵氏、蓮池徹氏、枝かれ氏ですかね。の順で紹介したということなんですね。だから要するに、これはね、国で決めたルールじゃなくて、党の中のルールで勝手にも銀辞職制ということなんですよ。これはですね、違法行為ではないです。違法行為とは言えない。だけれどもですね、そもそもの法律の趣旨からしたらですね、おかしなことですよ、これは。 自転の人がね、やっていくのに、その国のルールよりですね、党のルールの方が、つまり山本太郎氏が決めたことの方が強いと。つまりね、これはね、法治主義に対する挑戦ですよね。いわゆるですね、この独裁的な気質が見えます。で、私はこれね、議員、あの、内閣制、そして民主主義を守るという考え方から考えてですね、これは決して望ましいことだとは思わないし、こういう政党のあり方っていうものは、そもそも議論されなくちゃいけないと。 でこのなぜですね議員をローテーションしていくなんてことを考えているのか本人はこうやって言ってるんです党内の様々なメンバーに国民代表のを務めていただく年齢層も70代から40代までと多様で多彩なメンバーが国民からの負託に応えていくことを目指していきたいという趣旨で考えておりますと説明したただですね私はねこれ え、この学面通りに、この言葉を受け取る必要はないと思いますね。私が考えるこの太郎氏の狙いっていうのは何かって言ったら、まずですね、いくつか考えられると思うんですよ。一つはですね、みんなですね、一年ずつや,やって5人になったならばですね、もう5人ともですね、 元参議院議員ってか書けますね。前参議院、元参議院議員といか書けますね。で、そういったことをですね、まあ、狙ってるのではないか。つまり、政治実績がないとは言わせないという箔をつけるためにやってるんじゃないかというのが一つ考えられます。例えばえ、あなたはただの活動家でしょっていうのは、いやいや、参議院一回勤めましたって言ったら、参議院勤めてるんですかというふうに、ね、えなるでしょ。だからそういう箔をつけるためにやってると考えるのが一つですね。それからね、もう一つは、 自分の求心力をキープし続けるということですね。要するにお前たちもみんなね、参議院にしてやるんだから俺についてこいということで、あの、自分のところにですね、こう、求心力を保とうとするという試み。で、ただですね、一番の狙いは私はこれはですね、こういうことをやってニュースにすることが目的だろうと思います。つまり、 え、この、あれ、令和新選組なんてあったんだっけどもう、あれもうないんじゃないのみたいな時にですね、一年ごとにまた辞めて、なって、辞めて、なってって言うと、それはニュースになるわけですよ。また議員辞職して、こうなりましたって。そういうね、ニュースジャックを狙ってるのじゃないかなという気がします。だからね、私はね、これね、やり方としてね、卑劣だと思うんですよ。だって、本来の趣旨っていうのは、本来であるならばですよ、 この比例名簿のトップ当選した水道橋博士になる人物が勤めるべきなんですよ。でその人が勤められないというふうになったならその時点の人が勤めるというのはこれは法律のそもそもの趣旨ですよ。でそれをですね違法ではないからといってとにかくやめろといってそのやめさせる根拠がね 山本太郎氏の一存でしょ要するにこれは。これ極めてね、独裁的なやり方だというふうに思います。まあ、ただね、皆さんね、注目しててください。これ、本当に思惑通りに行くのかどうかっていうのは分かりませんよ。例えばですね、申し上げてる通り、法的根拠としてはないんですよ。山本太郎の命令しかないわけですね。ですから、例えばこの大島久須氏がですね、繰り上がり当選した後に、辞めないと。私は。私は参議院としての、 最後まで任期をね、全うしたいというふうに主張したとしますね。あと5年間やるんだと。で、そうしたときにダメだというふうに山本氏が言うことは、まあ、口で言うことはできても、それは法的根拠はないです。そうするとね、じゃあどうなるかっていうと、 じゃあ、お前はね、除名にするとは言って、令和新選組を除名になったとしますね。でも、除名になったとしてもですねえ、この場合ですね、議員を無所属になるだけであって、議員は続けられます。ですから、ごめねた人が出てきた時にごめ読になるということは考えられます。ただ、まあ、2回目は受かることはないでしょうね、その人もね。だって、えー、2回目に、その令和新選組のあれ、看板がなければ受からないでしょうから。でも、そうするとですね、こういう時考えられるのは、 今この人61歳ですから、あとね、5年やって、66歳ですか ?67 歳になるのか分かりませんけれども、それぐらいの年になると。で、もう一期はや,や,やりたいと、あと6年やりたいと思うかもしれないけど、受からないと。でも実際この人落ちてるわけだから。そうすると、1年で辞める、あと5年続けて、もうそこで引退する。あるいは、最後の方までギリギリ引っ張って、どこかの市長選とかにですね、えー、こう、 で、打って出るということも考えられますよね。現職の参議院議員が辞めて、えー、その市長選に出ると言ったら、まあそれなりのインパクトはありますからね。ですから私は、この山本太郎氏の言うことをですね、聞かない人がどれだけいるのかなということはね、これ注目にあったりすると思います。で、本当はね、比例のあり方っていうのはね、いろいろ問われてることがあるんですよ。比例で、例えば党をですね、辞めた、比例当選してるのに、 えー、だから党の名前でも受かってるわけですよね。なのにそれを党を辞めてもね議員辞職しなくていいんですよ今は。でもこれはねそ,それ時代で問題なんですやっぱり。だってあなたが受かってるのと党に入れた人たちがいるからでしょっていうのに対してですね、えー、確かにそうだということを言える。 でも今回の場合はね、それがもしあったら山本独裁はもっと強くなってたわけです。つまり、党を辞めさせて議員も辞職しなくちゃいけないっていうふうになってたら、この山本独裁ローテーションはですね、太郎独裁ローテーションは機能しましたね。あの、そこで辞めさせられたら議員じゃなくなっちゃうということになるならば。ただし、現時点ではですね、議員の方が強いです。つまり法律的に山本太郎氏がの命令を従わなくてはならないという強制力はない。 だから、これ、強制力がないということをですね、誰かが気づくか、気づかないか、というところですね。まあ、たぶね、この大島さんという人は、はいはいと言って、なるでしょう、参議院にね。で、その後、本当に、じゃあ、1年後に辞めるかどうか。これ、太郎独裁が今、試されてるんだ、というふうに思います。だからね、まあ、これは、あの、じっくりと拝見してみたらいいんじゃないかな、というふうに思います。まあ、これね、もし、本当に5人がですね、あの、本当に1年ずつ区切るということをやり始めたらですね、 他の政党もこういうことやる政党が出てくるかもしれないですよね。例えば共産党とかでですね。とにかく、あの、なんか、一回でも当選させて白つけと言ってですね。で、次出した方が、まあ、何にもね、一回も議員やったことがない人よりも、やっぱり議員やった人の方が、それなりに白がついているんじゃないかというふうに思っちゃう人もいますからね。 で、あるいは、例えば、市議選、市長選とかね、県議選とか、えー、市議選とかですね、そういったところに、大量にね、元参議院議員をね、出すことができるっていうことになるわけですね。だから、これ、厳密に言ったら1年というルールすらないわけですから、え1ヶ月でね、やめちゃうとか言ってですね、コロ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 ,コロやったって、これは、違法ではないと。だからこれ、県って脱法的ですよ。法律は、そもそもそういうことをね、想定してないんですよね。だけど、それを、 要は、違法じゃなければ何やってもいいっていうですね。どっかにそういう大学ありますよ。あの、違法じゃなければ何やっても構わないって言ってるようなね、大学ね、私もいましたけどね。すごい大学でしたよ。あの、学部長がね、教授じゃないとかですね。あもう、びっくりしましたよ。つまり、学部長になるのはですね、普通大学の教授がなるというのは、あ常識なんですね。わざわざそんなの法律に書いてない。書いてないから、職員がやってもいいんだとあ言ってですね。 あこれ極めて脱法的なね、えー、ことをやって、で、えー、文科省のですね、縛りが取れた後になってですね、文科省っていうのはね、四年間、完成年度まで4年間まではですね、えー、監視してるんですよ、その大学のことをね。で、えー、そのおかしなことをやらないから。この時まではね、黙ってんですよ。で、そこのね、監視が外れた途端にね、その職員をいきなり教授にするとかね、でそういったね、デタラメなことをですね、堂々と行う。まあ、こういうね、あの、本当にね、脱法的なね、えー、行為をね、やっぱ 教育の現場でやってるところ、私目撃しましてね、やっぱびっくりしましたよ。こんなことって許されるの許されちゃうんですよ。違法じゃないから。で、違法じゃなければ。でも、じゃ両親とかね、道義的な問題とかあるでしょ。そんな関係ない。違法じゃなければ何やってもいいんやと。ああいう、こういう発想ですよね。本当にね、まあ、おぞましいですよ。こういうね、違法じゃなければ何やってもいいっていう人たちのことをですね、私は、この山本太郎氏も含めて思うのは、癒しいと思いますね。 あの。 こういう人たちにはですね、周知心とかですね、道義とかね、そういったことはないんでしょうね。だから、だから堂々とこういうことができてしまう。目立てれば何でもいいと。いうのが今回の、えー、令和ローテーションの本質ではないかと、私は思います。皆様どうお考えになられますか私はね、これ腹立たしいニュースだなというふうに思って、えー、見ましたけれども、皆さんぜひね、ご注目ください。本当にこの人、大島さんが、えー、参議院辞めるかどうか。辞めなかったら怒るでしょうね、山本氏もね、俺の計画ぶち壊しじゃないかと。 そんな左翼同士の仲間割れを見てみたいと考える性格の悪い政治学者岩田敦史でした、えー、皆さんぜひチャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます